こんにちは。日本のアニメを半分以上見てきたアニメオタクの A です。今回は週末のワルキューレの続編が放送されたので、その魅力を紹介していきます。不屈の闘神ヘラクレス VS 人類史上最悪の殺人鬼、ジャック・ザ・リッパー。悪対正義という構図で、ジャック・ザ・リッパーはブラフや話術で巧みな罠を張り巡らせるのに対し、ヘラクレスは正面からそれを受けて立つっていう、まさに悪対正義って感じで、ジャック・ザ・リッパーには相手の感情を読み取る目があって、その目でヘラクレスの感情を読み取るうちにジャック・ザ・リッパーの心情が変化していくのにも注目です。インド最強の破壊神シバ VS 史上最強の力士ライデン・タメーモ。力と力の正面衝突。前半の印象が大きい分、より気持ちよく見れる男の生き様の戦いでもあり、男に生まれたなら誰もが好きって言っていいほどの気持ちのいい殴り合いが見れるのが後半の見どころでした。前半後半どちらも待ち望んだ分とても満足できたのと、主題歌のルードルーズダンスはシリアスも含んだ爽快でとてもかっこいい曲でした。そんな週末のワルキューレの続編、まだ見てない方はぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。